Like we were just kids. Slow it down, we're kindergarten. Like we were just kids. The feeling that we had once now ours. Like we were just lost up in space. We found each other through the stars. Like we were just kids. Just kids. Keep me by your side. Kaleidoscopes running through my mind. We looked like we were both insane. All day, all night to tessellate. I don't want this night to fade. それ上の生地は何ですか？こちら花巻き中華なんかで出てくるまんじゅうとか花巻きを使って中にそのカニクリームコロッケをいただきます。うわすっげえ。マジ口元よりね手元が熱いみたい。おいしい。うわすっげえ。カニクリームコロッケ、キャベツ、玉ねぎ、花巻き、うまいね。うん、美味しい。芝エビは小さいのは。これありそうでないね。うん、花巻きを使ったっていうのはやっぱり。さあ見ているっていう、はい、映画を見て、その後どっかお茶しながら映画の話を。映画の話をする。稲垣さんが三浦君とじゃあ映画行きます。何いいか。なんでしょうね。まあ家でもいいです。映画館でもいいですし。何がいいかな。キャプターロック、キャプターロック、キャプターロック。何を見るんですかそれ。キャプテンハーロックじゃない？ありがとうございます。三浦春馬が作るスペシャルお味噌汁、スナップをグッとさせられるか。じゃあネギはここで切っていただいて。はい、春馬くんどうやって切りますかネギ。普通にちょっと 2,3 センチにするか、はい、ことも納豆に入れるみたいな。そうですね、はい、納豆納豆が大好きなんで。あ、上手。はい、すごい上手。意外とだって豆腐は何です？木綿ですか？豆腐、これ絹です。絹豆腐。はい。これね、多分ね、ミラ君ね。はい。それまな板じゃないから。あ、これ違う。これ何ですか？あ、鍋置き。可愛いね、そういうところが。テンパってのかな？これな鍋置きだよ。テンパってかな？ミストのスペシャル企画、イケメン手料理。味噌汁に入れる豆腐を切って。だし汁に合わせ味噌を溶きます。味噌を入れます。切った豆腐。篠原さん、こちらの方に来ていただいて、はい、じゃあ砂組でへこんでる背中をちょっと、はい、スマップの方に、はい、へこんでる背中、はい、この背中に言葉をかけてあげてください、うん、じゃあ魅力もスマップに入ってもらって、はい、さあ大喜利です。できたかな。さあ木村君が来ました。おお、さあ篠原さんへこんでます。お、何番目に行こうかな、はい、さあそれでは木村君お願いいたします。へこんでんじゃねえよバーッ。これはもうダメだ。もうだってあかんあかんあかん、グッと来てるもんだってグッと来てんじゃん。だってずるいよ。ずるいってこれが一番いいんじゃないの。ちょっと帰っていいかな。帰っちゃダメだよ。こっち見て。大丈夫、僕はいつも味方だから。できない。なんだろう、両方の意味で来たね。両方すごいね、びっくりした。自然だった。しかもグッとくるね。グッときますね。春巻きじゃないとできないよ。できない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 。春巻きじゃないと。いつも味方だから。さあそれでは木村君お願いいたします。ねえ、仲直りするんだったら今しかないけどどうする？
ちょっと待って、ちょっと待って、びっくりした。かわいい。何なんだよ、グッときちゃったんだよ。行ってみますか、うん、仲直りしたいんだよ。三浦くんがグッとくるような一言お願いいたします。春馬くん、さっきは本当にごめんね。ご飯にする？お風呂にする？それとも終わり？あ、ほんと妊娠ですね。かわいすぎる。ちょっと待って、一回ご飯にする？ご飯にする？お風呂にする？結局しますか？つうかセリフが古い。さあ、じゃあ三浦君、どの方の、一言がグッときたでしょうか。ゲームはモノマネです。勝つ自信はありますか？ 100% あります。 100% ですか？じゃあ行きますよ。よし、はい。怖い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 。これどうなんですかね。イエーイ、行って。やばいやばい。リーチなんですけど、今気持ちは？気持ち負け。絶体絶命のピンチ、私は奇跡を起こせるのでしょうか。行きますよ。はい。危ない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 。自分でいるそうになってましたよ。いきますよ。おはい。うわあ。これはまずい。どうしよう。さあ、泣いても笑ってもあと1点。果たして軍配はどちらに。お、勝った。負けた。ということで三浦さんにモノマネを披露していただくことに。お題はビートたけしさんのマネをする福山雅治さん。じゃあいきます。一回だけだよ。バカ野郎この野郎。すいませんでした。福山さん、すいません。大先輩なんです。桜、じっとしてて。
桜さん。どうしてここにいるの？ニューヨークはいつ立つの？今日。そっか。だってキモいんでしょ？私騙されてんでしょ？飽きたんでしょ？もう付きまとうなとかって言ったよね。あんな嘘に決まってんじゃん。ひろとくん嘘ばっかりなんだ。もう二度と嘘つかないから、プロポーズもこれで最後にする。さくらさんのおかげで優勝もできたし、仕事も頑張るし、夢も諦めないから。だから桜さん、俺と結婚してください。